どうもこんにちは、笹野です。ディスカス水槽立ち上げてから1週間が経過しました。もうだいぶね、水の透明度が増してきて白濁りはなくなってきましたね。いよいよディスカスの方を導入したいと思います。じゃあひとまず点滴法で水合わせしながらちょっとずつ水をね入れ替えて慣らしていこうと思います。でこのままね何時間か水合わせしたいと思います。じゃあ2時間半ぐらい、入れ替え入れ替えやりながら水合わせの方終わりました。だいぶねいい感じになってきてますね。なんでこれからこいつでね、このケースの方で作って水槽の中投入したいと思います。よし、入ったということで無事入りましたね。いや今までね照明がね結構暗かったんで、この子のねなんか綺麗にこう輝いた状態というんですかね、綺麗な状態見れなかったんであれだったんですけど、まあ、照明によってね体色ってやっぱりちょっと変わるんですかね。でもものすごく綺麗ですね。やっぱり悠々とかなり優雅に泳いでますね。いやーこれ嬉しいですね。だいぶテンション上がります。綺麗ですねかなり。いや嬉しいな。なんかすごいシンプルな水槽ですけど、やっぱり入ってる個体がね存在感がありますね、ディスカスってなるとね。あと何匹かいたらね綺麗なんでしょうけどね、同サイズのディスカスってなると結構かっこいい値段しそうですね。そうだそうだ、これ何センチかちょっとね調べてみましょうかね。横が約13センチの、縦が約15センチって感じですね。13の14みたいなね。割とまだちっちゃいのかな。もうちょっとでっかくなりそうですけどね。いいですね。優雅。優雅ですわ。もう感動ですわ。嬉しい嬉しい。なんか水草もねまあまあいい感じになってんじゃないですかね。あれもねなんかあんまりいらなかったかな。なんかまた撮るときいつの間にか他の水槽映ってるかもしれないですね。水草ね。はい、じゃあ見事ね引っ越しが完了しました。経過観測していきますんでまた動画アップしていきたいと思います。はい、じゃあ今回はねこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。